はい、えー、渋谷の街を5分で AR の峡谷探検できるようにしてみたいと思いますこれ AR ですはいこの辺りが渋谷交差点これ宮岡公園でしょうかねはいこんな感じです国土地理院の地図からスタートしますまず地図開きますそして渋谷駅 ますすね渋谷駅ですそして拡大しましょうかこれ閉じて拡大、はいえー、ちょっと見やすいように薄い色の地図にしてでここは NHK ですから渋谷の駅の辺り、えー、渋谷交差点をちょっとこう真ん中に置いてみましょう、えー、そしてこれでツールですねツールそして 3D で縦横1024ピクセルを選んでみましょうそうするとこのように。 え平坦なのでちょっと立体感ありませんので10倍にしましょう10倍、えー、ここ数字ですね今9.9になってますけど数字入れれば例えば20なら2020倍にすることもできますちょっとこれだとやりすぎなので10倍にしておきましょうそして一番下に OBJ ファイルってあるんですがこれでダウンロードしますはい、えー、3種類ありますから3種類ともダウンロードしますはい次にもダウンロード ダウンロード進んでますよねで3つ目テクスチャーもダウンロードこれで地図がですね入りましたちょっと地図だけだと見にくいので、えー、前のページに戻ってここでですね、えー、っと写真っていうのがありますこの写真選びます写真これで先ほどと同じように 3D 出します、えー、1024ピクセルで今度はですねこのテクスチャーだけやればいいのでダウンロード OBJ ファイルのダウンロードやテクスチャーのとこだけ選びます じゃあ先ほどのテクスチャーに比べて今度はテクスチャー1っていうふうに別ファイルでちゃんとダウンロードされましたそして立体感を出すために土地標高標高土地の凹凸ってあるんですけれどもこれをですねあの色別標高図っていうのを選ぶとデフォルトだとこう全部同じ色になっちゃうんですそれで自分で作る色別標高図っていうのがあっていろいろできるようになってますでこれちょっと私もカスタムで作ったのがあるのでこれを採用します えー、そしてこれグラデーションと陰影もちょっと入れといてみましょうで前のを消すとはいこんな感じですねでこれをツールを選んで 3D にしてまた1024選んでで今度もですねダウンロードでテクスチャーだけダウンロードしておきましょうと3つ目だから、えー、最初はテクスチャーでテクスチャー1テクスチャー2って3つ揃えましたはい、えー、それではこれで、えー、っとダウンロードウィンドウダウンロード 見るとこういうふうに入ってますよね。でこれどこにあるかっていうと私はここのところに入るようにしておきました。はい。それでは今度はリアリティコンバーターですね。Apple のディベロッパーサイトからダウンロードしてください。で、ここにえー、っと先ほどの最初の3つですね。これとおちょっと待った、うん。ずれちゃう。ちょっと広くしましょう。よいしょ。 X コードいらない。ダブル,ダブルクリックしちゃったとおり、開いちゃいましたね。はい。えー、っと、これで3つ。はい。最初にセットし、あの、セットの3つですね。これをリアリティコンバーターに入れてあげます。はい。そうすると、最初のこう地図でしたから、地図でこう出てますよね。で、これだと非常に見にくいので、このベースカラーっていうところにですね、えー、例えば写真。 この写真のドラッグドロップしますそうすると今度テクスチャーが写真になったものはこうできますでさらに先ほどの高低差のですねこれをここにあこれじゃないこっちこっちを入れてあげますはいこれで広くしましょうよいしょこれもいらないそしてこれもいらないこれ広くするとよいしょ はい、そうするとこのように自由にですね見られる 3D 立体ができました、えー、この辺がこれやっぱりねこの一番低くなってるんですねこの交差点のあたりとこガーンと穴開いてるところがありますでこれをですねメニューで、えー、書き出すそして u s d z になってますこれで書き出すとえー、っともう AR で AR クイックルックで iPhone でも iPad でも見ることができます。これは最初の画面になります。以上です。